神谷博さん、上坂すみれさんです。どうぞ。だからあの本当にちょっとした勘違いでここまで思い詰めて、まあこうなんか、あ、これくだらないですよね。あんな思い詰めて喋ってるのに、牛好き霜降りが特に良いっていうバカな返し。上坂さんもなんかこう可愛い女子キャラいっぱい出てくるじゃないですか、はい、まあ、この声実はちょっと当ててみたいみたいな気持ちになったりしませんでした？そんなこと、そんな、どうしましょう。でまあ一生かけて言わせてみせるっちゃ、今の際に言ってやるはもうオーディションの時からあったんで、ああこれをオーディションに組み込んでくるってことはボーイミーツガールやるんだと思いながらオーディションを受けてて、まあついにそのセリフを自分で言う時が来たかと。